久保さん、秋元康さんにしましょうか。人は一生懸命に生きようと、そうでなかろうと、それによって寿命が延びる保証はありませんと。うん、志村けんさんとかもね、多分、多分誰よりもね、お茶の間に多くの笑いをね、いろんな届けてくれたと思うんですけど、コロナにかかって死にました。うん、あのー、多分他の人よりね、いいすげえ、なんか、 いいことしたと思うんですよ。笑いをね、届けてくれた。僕も、あのー、バカ殿とか見てね、何度笑ったことか、うん。だけど、死んじゃいました。コロナにかかって。うん、だから、これはね、非常に秋元康さん、すごい的確な言葉かなと思うんですけど、まあ、今回ね、あの、事故で亡くなられたみたいですけども、まあ、関係ないじゃね、うん。だから、この言葉から展開できることとしては、まあ、その、なんだろうな。 うん一言で言うと生きてるうちにやりたいことをやるしかないよねっていう、うん、そ,それがうーん,なんだろうなうん生きるってことじゃないかなとは思いますけどね生きてる間に何すんのかっていうもうそれが一択ですよねうん別にそのうんどんな素晴らしいことをやったとしてもそこの時間が保証されることもないし 明日久保さんが交通事故で死ぬかもしれないし、僕も交通事故で明日死ぬかも分かんないし、全く保証ないんですよ。保証がない中で生きてるんだけども、ねえ、久保さんね、億万長者に参加したら、億万長者になれるんですかっていうふうにみんな保証を求めてるんですよね。保証なんかないよ。言ってらっしゃる。